のび太、レオン、ドラえもん、アシュリー、静かパーティー。強そうじゃん。でもね、俺この寸前の戦いでね、ギリギリの体力にみんなしたんだと思うんだよね。準備は整った、行こう。だから回復薬を残しておきたかったんだけど。そうだね、どんな罠が仕掛けられているかわからない、慎重に進む。変わったな。え、3日前に出会った時とは大違いで、これ3日前の話なの。動きも精神もな。あの時は頼りなくて目も離せんありさまだったのに、今では凶悪な敵を相手にしても勇敢に立ち向かっている。それも今までの無謀な挑戦とは違う、確かな覚悟を持って戦っている。俺にもあったさ、お前のような熱い意志を持っていた時が。もう何年も前になるが、まあいい、そんなことを話してる場合ではないな。早くウェスカをぶっ潰してやろう。自分たちの未来は自分たちで切り開くしかない。はい。いい会話してるとこ悪いんだけどさ、俺マジでこのステージクリアできないかもしんないんだよね。ってことでね、ちょっと確認のためいいですか、体力。ほら見てください、この体力絶対負けただろ、これ。静香ちゃんがかろうじて80か、そんぐらいだな。セーブしますか。もう絶対確実に負けたんだけど、ちょっと様子見でちょっと軽く見てくか。のび太チェンソー持ってるよ。いやマジでこのステージ楽であってほしいわ。おい、剣士とか近接攻撃のやつは避けやすいんだよ。でもね、こういうダメだ。いやースネオねー。上はどうなってんの。あ、上もいけるね。普通に上もいける。おっぶねー。静香ちゃん、どうしてそういうことすんの。ここは入れる。ここはいけないんだ。こっちは何あんの。あー、武器ある。これ武器でしょ。グレラン、グレラン手に入りましたよ、ついに。切り札だな、これは。ここ来てよかったかも。あぶねー。ちょっとセーブだけしてくるか。グレラン拾ったという実績が欲しいからな。ずっと行こう。いやー、ここちょっと、難題かもしんない。あ、こうする。あぶねー。おいし。あぶねー。なんとか抜けた、ここ。やば。いやー、難題が多すぎるな、ちょっと。やべー。あー、くそ。ほら、ほら、おー、よし、抜けた、抜けた、抜けた。あ、ぶね、抜けた。ここね。ここは大丈夫。意外といける。よしよし、行った行った。よーし、行ったぞ。あと、行く。ここも死なずに済んだらいけるから。先にこっち見てきます。あ、当たりじゃない。よし、セーブだ。多分こっちの先がボス戦になりそうだから下見てきます。ちょっとここ抜けんの難所だな。よし、抜けた。あっぶねえ、ギリギリ。こっちは相手待ってくれ。お、なんだこれ。コードエリア最深部の鍵、ここに鍵があった。コードエリア最深部の鍵で鍵を開けた。おそらくボス戦になるのではないかと思われる。でもな、若干俺の感じ方があれかもしんないけど、このエリアが一番簡単だった気がする。あれは？え？クローンレオン？マジで？泣けるぞ。どうすればいいの？気にせず倒せ。俺は一人だけでいい。ブラーガなんてものが役に立たないことを奴に思い知らせてやるさ。扉がロックされた。来るやん。ネオン戦か、まさかの。待って、あ、こいつあれだな、ナイフの方がいいかも。待って、ちょっと正中線を。あ、ちょっと待ってよ、俺操作くさやべ、なんでだ。いやー、マジか。もうこれ、この、ほら、頑張れ、伸びた、ここ。ほら、あっぶねー、ちょっと、伸びた遅い、なんで？くそ、なんでこんな遅くなんの？ここにいろ、
伸びた。よし、いいぞ。あー、ちょ、こ、バカバカ。伸びのバカ。よし。まだこいつ。おい、ショットガン結構当ててるぞ。おい、まだかよ。大した化け物だな。ほら。どうだ。やべえ、こいつ。おい。おい、来い。来い。まだ？嘘だ。ちょっと待って、結構当ててるぞ。おい。ここ来るよ。なんでなんで？どういうバグ？絶対バグだよ。死ななすぎる、レオン。レオン初期値そんな高くないはず。なになに？通知やめろ、マジで。これ閉じた時にやられるとかやだよ。ねえ、ちょっと。あ、やばいやばい、これまずいね。一旦戻したかったのに。やばい。ああ、やばい。完全にずらした。来い。ほら！あっぶねえ。めちゃくちゃ強いんだけど、このレオン。扉のロックが解除されました。倒せた。所詮は偽物さ。いや、偽物、いや、本物よりちょっと初期値大きかったよ、絶対。ショットが20発ぐらいやったもん。イエローカードキーを手に入れた。やったじゃん！ジャイアンたちやデキスギ君たちもうまくやってるといいけど。心配することはないだろう。心配ばかりだよ。タイラント2体やってんだぞ。案外手間がかかったのは俺たちくらいで、他の奴はあくびでもして待ってるんじゃないか。舐めた口聞きやがってレオン。人の苦労も知らねえでよ。みんなならきっと大丈夫さ。正直言うとこのステージが一番楽だったぞ。さあ戻ろう。メスカーと最後の決着をつけるんだ。いやー、ちょっと武器を使っちゃいましたね、結構。あ、でも全員、なんとか合流できたね。よかったよかった。三つのカードキーを入れたってことだ。よーし。おそらくこれが最終決戦になるんじゃないかな。早く乗ろうぜ。さすがにあるよね、武器とか回復薬とか。多少はさ。なきゃ困るんだけど、めちゃくちゃ。ま、思ったよりも散りばめられてなくてさ。ふん、奴らがここまでやるとはな。そろそろ決着をつけねばならぬか。待っているぞ。伸び伸びた。お前の相手は多分レオンになるぞ。お！なんだ？ん？何これ？この先にベスカがいる。ようやくこの時が来たか。うん。未来は僕たちにかかっているんだ。進もう。絶対に世界を救ってみせる。たとえ僕が死んだとしても、だ。フラグ立てんのやめろ。絶対お前死ぬじゃねえか、じゃあ。いや、俺が死なせはしないよ、のび太。たとえジャイアンやスネオを犠牲にしても、のび太だけは死なせねえわ。すごいな、これ。この、これすごいな。こんなにいるの？絶対負けないよな。何があっても。大丈夫です。僕には自信があります。ジャイアンとスネオは、無事では済まないと思うけど、他のみんななら守りきれる自信が僕にはあります。セーブ場とかあるよな、さすがに。てか、アイテムないきゃ。お！あ、ここで拾える。あ！なんだろうな。ああ、でも。ああ、よかった。そうですね。グレランまだ一発も使ってないので、切り札として残しといて正解だったかも。お！何ですか、これ。何これ。出来すぎ、秀俊。伸びたらの友人である。あ、プロフィール？ 10 歳という年齢を感じさせない優秀な頭脳を持つ。身体能力も悪くない。もっといい教育を受けていれば、才能を最大まで発揮できたと思われるが、教育の緩い日本に生まれたのがおしまい。辛辣なこと書いてある。骨川ですね。伸び伸びたの友人で、とある財閥の御曹司らしい。自らの財力を鼻にかけて振る舞うという古いタイプの人間だ。若干ディスってんな。この年でハッキングのスキルを持っていることは評価できるが、それ以外はただの小学生である。もっとも、のびのびたが異常なだけとも言えるが。え？のびたってそんなすごいの？いやいや、小学生でハッキングは結構評価できるでしょ。すごい。ゴーダタケシ。無鉄砲で考えるより先に行動する性格の少年。頭はそれほどいいとは言えず、物事を力づくで解決しようとする。非常に傲慢。またディスられてるよ。ただ、伸び伸びたら一行らの冒険に同行して経験を積んだ結果、小学生とは思えぬ恐ろしいほどの戦闘能力を身につけた。
だがいくら屈強で力が強くても計画性が伴わないのでは何の意味もない。クローンを今後製造する価値があるかは微妙である。あ、なるほど。これクローンを作る際になんかあれか、元にしてるデータとかなのかな。源静香、のびのび太の友人。それだけであり、特殊な能力などは何も。静香ちゃんが一番ひどいこと書かれてる。ただ、男は女に対して物理的危害を加えることに抵抗を感じるという性質がある。仲間とやらを重んじる奴らはなおのこと。精神的苦痛を奴らに与えるためにクローンを製造して差し向ける価値はありそうだ。ひどい。ひどいよ、ベスカー、そんなこと書くなんて。R01、FR001MK2。すごい、ドラえもんって名前でも呼んでもらえないんだ。22世紀製造のロボットである。俺の邪魔をする目的で未来から訪れ、のびのび太の家を拠点としてこちらの情報を探っていた。もともとは子守ロボットなる量産型家具で、製造の際の事故でできた失敗作らしい。奴らからはドラえもんと呼ばれている。正常に作られた同型のロボットに比べて処理能力が低く、基本スペックは低い。哺乳類のネズミを苦手とするという謎の欠陥もある。だが、のびのび太の無謀な冒険に幾度も巻き込まれ、波のロボットとは比べ物にならないほど高度な学習を積み重ねている。ロボットなので当然クローンによる製造はできないが、本体の性能はともかく蓄積されたデータには興味がある。すごい、ドラえもんも結構ひどいよね。名前で呼んでもらえないっていう。あ、来ましたよ、我らがのび太。無能の定型である。運動能力、知能ともに一般の水準を下回るが、それは表面の話だ。なぬなぬなぬ、射撃に関して奇遇の才能を持ち、窮地に立たされると能力が常人では考えられないほど伸びる。その計り知れない能力で数々の大組織を潰してきた。これほどの力を秘めた人間はこの地球上にそういまい。俺の作り出す新世界で生きる資格は十分にある。優先的にクローンの製造を進めることとする。ちょっと嬉しそうじゃん、のび太。ちょっとしかめた面してるフリーだ。レオン・スコット・ケネディ。こいつが本当にすごい人ですからね。こいつは評価されないとおかしいよ。あのラクーンシティを生き抜いた人間の一人である。天性のサバイバル能力を有し、数々の災害や戦場を生き抜いてきた。あの13人の中で最も警戒すべき存在である。だよね、だよね。だがクローンを作ってプラーガを植え付ければ、これほど便利なものはないだろう。新世界に生きる権利を与えてやる。いや、レオンはね、主人公ですから。影の主人公ですから、このシリーズの。アシュリー・グラハム。この時代の合衆国大統領グラハムの娘。教団はこの娘を介して合衆国上層部の人間にプラーガを浸透させるつもりだったようだが、俺は選ばれし人間以外は殺すため上層部を掌握する必要がない。合衆国そのものを崩壊させればいいだけのことだ。つまり俺にとっては計画上どうでもよい存在である。ただ容赦は美しい方と言える。余裕があれば今後の地球のサンプルのためにクローンを作っておくのも悪かない。お前の趣味じゃねえか、これ。アシュリー・グラハム可愛いなと思ってお前が作ろうとしてる、量産しようとしてる。セワシ、セワシなんてのび太のさ孫なんだから強いんじゃないの。のびのび太の現存である。この時代に未来からドラえもんを差し向け俺の妨害を企てていた。本人の戦闘能力も極めて高く厄介な存在である。が、所詮は子供である。感情に左右されて無謀な行動を取ったり、周囲と溶け込まずに小言を気取ったりしてる。いわゆる中二病ですね。細胞を採取する機会がなかったため、現代の界ではクローンの製造には至ってはいないが、製造すれば便利なコマとして使えそうだ。もうコマとして使うことしか考えてないですね、ベスカーは。緑川セナ、あ、このあれですね、このシリーズのヒロインですね。ただの女子小学生である。能力はそれ以上でも以下でもなく、精神的にも肉体的にも打たれ弱い。ただ驚くべきことに T ウイルス適合者だということが判明した。え、すべてのことが済んだらウイルスの実験に使ってやろう。 Tウイルス？え？気にするな。え？そうなの？これはちょっと驚くべき、あれかな。霊感少女とかと関係あったりするのかな？もしかしたら。なんか、セナさんは幽霊が見えたりするという、なんか、ちょっとそれっぽい描写があったりしたから。オーガケンジ。のびのび太の通う小学生の生徒ら、小学校の生徒らし、素行はお世辞でもいいとは言えないようだ。ただこいつナイフさばきすごいぞ。ナイフを用いた戦闘能力は常人を若干上回るが、所詮その程度だ。ひどい。今回奴らに対抗するためにクローンを作ったが、今後製造することはないだろ。ケンジ結構活躍したからね、このゲームで。富藤節か。金田によれば、プラーガの研究のために雇った日本人科学者の娘だそうだ。プラーガの情報を奴らに漏らしたりと面倒なことをしてくれた。強引な性格もあったか、女のくせに物事を力技で解決しようとすることもある。戦闘能力はなかなか高い。なるほど。まあまあまあ。
あ、来ましたよ。我らがモブ、久下慎二郎。こいつ俺最後まで生き残ると思ってなかったんで。クローン量産の最初の実験として作ったが、製造コストに対するリターンが見合わない、どうしようもないクズだ。ただタイラントの倒すのに一役買ってますから彼は。はぁ？いやー、なるほど。なるほどね。こういうウィキペディア的情報もあるってわけだ。あ、セーブ上あります。あ！ありがてえ！救急箱ありがとう。よし、セーブしましょう。おそらくこれが最終決戦になるであろう。最後の戦いになるよ。準備はいい？